百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがですよっ。今日はですね、素振り1万本の動画の実践編ですね、2本目、やりたかったんですけども、なんで僕がまだここにいるかというと、その前に聞いといていただきたい話があるからなんです。この間のビデオでは足は動かさずにね、立ったままこう肩を大きく使って素振りをこうしてたんだけど、今日はこれに加えていよいよ足が前後してきます。で、実はね、このね、素振りってもう手ばっかりね意識するんだけど、実はこの足の動き、これこそが本当に大事なんですよ。足の動きっていうのはもう少し突っ込んで言うと体重の動きなんだよ。体重の動き、どこで動かすのかっていう話をまずは解説聞いてください。これが最初構えている状態ですね、右足左足両足に体重が均等に乗ってます。それで剣道の時に一歩右足を前に出して前に出たい時っていうのは、右足だけ出す、こういう動きはやらないです。右足だけ出す、そして後から体がと左足がついてくる、こういう動きはやらないんですよ。例えば糸をこういう右足に引っ掛けて右足だけこう出すみたいな、こういう動きはやらないです。正しくは右足を前に出したかったら、その反対側の足、左足の親指の付け根で床を押してやるんです。床を押すとどうなるかっていうと、反対側のここで床を押すと、ぐっと押すと体の重心がぐっと前に寄るんです。ぐっと寄る、そして後から引きつける。反対も同じです。後ろに行きたかったら後ろ足の反対側の足、右足の親指の付け根で床をぐっと押してやる、そして後から引きつけると。イメージで言うと腰に糸をつけてぐっと一緒に引っ張られるイメージですね。そのためには右足ではなく左足の足の裏で床をぐっと押してやります。そうすると体ごとぐっと前に寄ります。そして後から寄せる、寄せますよ。左足力入れてぐーっと寄せる、そして後から寄せる、ぐーっと後から寄せると。皆さんからね、質問たくさんいただくんですよ。手打ちになってしまいます、左足をついてしまいます、手からどうしても動いてしまいます、うちに体重が乗りません、左足の引き付けができません、そういうお悩みあると思うんですよ。今回のこの動画こそがその答えです。素振りの動画なのに、店長まだ竹刀持たなくていいんですか？いいんですよ、竹刀なんてどっちでもいいんです。今は力を抜いて大きく肩を動かすことだけ考えてください。それよりも足の前後に体重をどのように乗っけていくかっていうのを今日の1000本でやってしまいたいと思います。そして今日の後半の500本では一挙動の素振りっていうのをやっていきます。素振りには一挙動と二挙動があります。言葉が難しいんだけど、音楽で言うと一拍か二拍かってことです。じゃあまずはこっちの二拍の方、二挙動の方からいきますね。これは簡単です。初心者の人がやってたり、上下素振りでやる動きですね。構えておいて。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。ポイントは、この上で止まる時間があるんだよね。止まる時間がある。1、2、3、4。で、今度は一挙動、一拍の打ち方っていうのは上で止まりません。こんな感じです。1、2、3、4。違い分かります？まずはこれが手の違い。ね、二挙動は振りかぶるときに右足を出します。そして振り下ろすときに左足を引きつける。初心者とか上下素振りで結構やること多いですね。こんな感じです。1、2、3、4、5、6、7、8。ポイントはこの上で止まる時があるということですね。ここで止まるんです。ここで止まる時間がある。2、3、4。これが二挙動。対して一挙動は足の動きは同じなんですよ。足の動きは同じなんだけど、この足の動き、右足を出して左足を引きつけるまでの間に振りかぶり振り下ろしを一拍で入れるんです。上で止まらない、振りかぶり振り下ろしを両方一緒に入れる。構えておいて。必ず一挙動の素振りの場合には手じゃなくて足から出ます。足の中に入れます。足を出しながら振りかぶり振り下ろし引きつけと。もう一回いきましょう。右足を出しながら振りかぶり振り下ろし引きつけ、先に右足を出しながら振りかぶり振り下ろし引きつけ。いきますよ。こんな感じです。1、2、3、4、5。これが一挙動。
言葉の説明だとね、ちょっと分かりにくかったかもしれないんだけど、大丈夫です。この後一緒に1000本やりますから、前半の500本は2挙動行います。後半の500本を1挙動で行います。思い出してください。大事なのは1挙動、2挙動っていう話と、体重の移動、足の出し方って話です。では早速行きましょう。今日も素振りのお時間です。頑張れ !1 万本 !2 挙動から行きます。構えて。一番いい構え作って。1、2、3。今日の素振りは足を特に意識してみてください。前に進むときには右足を単純に出すのではなく、左足の足の裏で床を押すようにして前に出ます。後ろに下がるときは反対ですね。右足の足の裏で床を押すようにして後ろに下がります。8 9 20 1 2 3 4。上半身は前回のおさらいです。できるだけ力を抜いて、力を抜くことだけ意識してください。9 30 1 2 3 4 5 6。足の裏で床を押すイメージです。足の裏で床を押すと体がぐっと前に出ます。40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1。上半身は繰り返しますが、肩の力を抜いてください。肩甲骨が毎回動いてますか？肩甲骨が動いてますか？5 6 7 8 9 60 1 2 3。左足の足の裏で床をグッと押して前に進むと、体重が体ごと移動する感覚があると思います。8 9 70 1 2 3 4 5 6。頭が上下していませんか？できるだけ頭は上下せず水平に動くように練習します。80 1 2 3 4 5 6 7 8 9。前に進んだら反対側の足はすぐに引きつけましょう。1 2 3 4 5 6。疲れてきましたが、膝蓋は伸びてますか？左足のかかとは上がってますか？9 100 1 2 3 4 5 6。腕を振りかぶるとき力を抜くのがコツです。9 10 1 2 3 4 5。振りかぶるときに力が入っていると肩が動きません。特に左肩が動くことを意識して、肩甲骨を寄せるようなイメージで力を抜いて振りかぶりましょう。3 4 5 6 7 8 9 30。
今やってる前半の500本の素振りは二挙動です。二挙動、振り上げた時に右足が出て、振り下ろした時に後ろに下がると、二挙動の動きをやっています。8、9、10、11、12、13、14、5、繰り返しになりますが、肩の力を抜いてください。肩に力が入っていると振りが小さくなります。肩に力が入っていると振りが小さくなります。それと実際この後に竹刀を持った時に肩に力が入っていると竹刀の先にスピードがつきません。力が入っていると竹刀の先にスピードがつきません。とにかく今は上半身の力を抜くことをイメージしてください。60、1、2、3、4、5、6、7、8、9、70。力を抜く話ですけれども、腕の重さを感じるぐらいに力を抜いてください。腕の重さで腕を振り下ろす、それを感じられるぐらい力を抜いてみてください。9、80、1、2、3、4、5、6、7、8、素振りはゆっくりで大丈夫です。ゆっくりで大丈夫です。この動画の素振りがテンポが速すぎるという方は YouTube だとゆっくり見れるスロー再生の機能がありますので、そちらも試してみてください。6、7、8、9、200、200本です。200本来ました。頑張ってください。3、4、5、6、7、8、9、10。もう一度確認です。この前半の500本の動画は体重の移動の練習です。前に出るときには左足、右足じゃありません、左足の足の裏で床を押し込む、踏み込むように前に出ます。9、20、1、2、3、4、5、6、目の前に鏡がある人、鏡の中央のラインに沿って触れてますか。目線は大丈夫ですか。目線は一点遠くを見るような目をしてください。目線がフラフラしてはいけません。10、5、6、7、8、9、40、1、2、そろそろ疲れてきたと思いますが集中してください。まもなく250本になります。まもなく半分まで来ます。集中してください。6、7、8、9、50。おめでとうございます。250本です。半分まで来ました。頑張ってください。3、4、5、6、7、8、9、60、1。左足、かかとは浮いてますか。3、4、5、6、7、8。左足と右足、どちらもまっすぐ平行に前に向いてますか。特に左足が種目足といって横を向いている人は要注意です。この素振りで左足の種目足を直します。4、5、6、7、8、9、
上半身には力を入れません。上半身、腕、肩、力を入れません。力を入れるのは腹と腰です。力を入れるのはお腹と腰、お腹の方はおへその下9センチ、水下丹田。力を入れるのはおへその下9センチのところ、水下丹田、下っ腹に力を入れます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 9人。すいません、また数を数え間違えました。本当は300でした。3 4 5 6 7 8 9 300。おめでとうございます。300本です。300本ですよ。すごいです。このまま続けてください。4 5 6 7 8 9。思い出してください。今やってるのは二挙動の素振りをやってます。二挙動の素振り。1 2 3 4 5 6 7 8。二挙動の素振りをしています。8 9 20 1 2 3。肩は使えてますか？肩は限界まで使えてますか？5 6。力を抜いてください。上半身の力を抜いてください。9 30 1 2 3 4 5。右手と左手は離してはダメです。右手と左手を離さないでいると肩がうまく使えるようになると思います。40 1 2 3 4 5 6。前後の体重バランスは大丈夫ですか？前に行ったとき、後ろに下がったとき、まっすぐ立ったときの状態は前足50、後ろ足50、両足に体重が乗っている状態です。3 4 5 6 7 8 9 60。疲れてきました。左足の日かがみ伸びてますか？左足の日かがみ伸びてますか？左足のかかとついてないですか？左足のかかとはついてないですか？大丈夫ですか？8 9 70 1 2 3 4。体はまっすぐです。前かがみになったり後ろに倒れたりしないようにしましょう。体はまっすぐです。8 9 80 1 2 3 4 5。疲れてきましたが肩の力はそれでも抜いてください。疲れた時こそチャンスです。疲れた時こそ今がチャンス。肩の力を抜いて、肩の力を抜いてください。1 2 3 4 5 6 7 8 9 400。おめでとうございます。400本です。400本、先が見えました。あと100本で終わりです。頑張ってください。絶対できます。絶対できます。5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6。もう400本も触れてます。体の移動、体重の移動、だいぶスムーズにできているようになっていると思います。
この日だけ、今日だけでも必ず間違いなく上達してます。3 4 5 6 7、目はまっすぐ前を向いてください。目線はまっすぐ遠く、一点遠くを見つめるような目線にしましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2、左右は正しく触れてますか？真ん中を触れてますか？右手に力が入るとどうしても右側に行ってしまいます。両手の真ん中、真ん中中央が正しく通っているか毎回確認しましょう。1 2 3 4、残り50本です。いけます。絶対にいけます。6 7 8 9 60 1 2、肩の力を抜いてください。肩の力を抜いて大きく腕を動かします。大きく動かします。1 8 9 70、ここまで来たら残り30本です。残りたったの30本、頑張ってください。10 5 6 7 8 9 80、さああと20本です。さあラスト20本、20本ですよ、たったの20本。4 5 6 7 8 9 90、最後10本です。最後の10本、前を向いて、しっかり前を向いて。はい、最後集中して前向いて、最後集中して、最後集中して。9 90、おまけの10本です。ここで差がつく、おまけの1本、ここで差がつきます。最後出し切る、出し切ります。5 6 7 8 9、はい、最後500やりました、500やりました。次は一挙度に行きます。スースパン、足からスースパン、スースパンで行きますね。ゆっくりいきます。一番に対戦していきますよ。1 2 3、後半は一挙動の素振りです。一挙動と聞くと難しいかもしれません。最初はちょっととっつきにくいかもしれません。ですが動画をじっくり見て一緒にやりましょう。最初できなくてもいいです。一緒にやりましょう。9 10 1 2、一挙動の素振りができるようになるといいことがたくさんあります。速い打ち、強い打ち、これらはすべて一挙動の打ちなのです。6みんながやりたい速い打ち、強い打ちというのは一挙動の動きの中にあります。9 20 1 2 3、一挙動の素振りは必ず足から先に動きます。必ず足から動きます。
先に手が動いているようではダメです。必ず足から動く、これだけ気をつけてください。8 9 30 8 2 1キロの素振りは必ず足から動きます。もう一回繰り返しますね。必ず足から先に動きます。6 7 8 9 40。1キロの素振りは普通の正面素振りと同じように、打ち終わった後というのは右手はまっすぐ、右手がまっすぐ、左手が水落ちの高さです。少し高いですよね。その後中段の構え、正眼の構えに戻ります。5 6 7 8 9 1キャドの素振りは振りかぶって振り下ろすを一拍でやります。振りかぶった状態で止まることがないように、上げたら下ろす、上げたら下ろす、上げたら下ろす、途中で止まりません。5 6 7 8 9 繰り返します。一強度の素振りは振りかぶったらすぐ振り下ろします。振りかぶったらすぐ振り下ろします。上で止まっている時間というのがありません。振りかぶったらすぐ振り下ろす。3 7 5 6 8 8もうだいぶ慣れてきたかもしれません。必ず足から出てますか？70必ず足から出てますか？前の足を出して左足を引きつけるまでの間に振りかぶり振り下ろしを入れてしまいます。3 7 5 6。この右足から出すということが実際稽古をしていく中でも実践的な練習の中で大事になってきます。この右足を先に出すというのがいわゆるためとなって返し技や応じ技につながってきます。今素振りの練習をしているようですが、実践的な打ちの練習をしています。3 7 5 6。繰り返します。右足から出る、右足を先にグーッと出す、手から動かすんじゃなくて右足からグーッと出す、このことが実際の稽古でため、いわゆるためとなって返し技や応じ技につながっていきます。今素振りをしているようですが、実践的な打ちの練習をしているのも同じです。5 6 7 8 9 90。肩の力は抜けてますか？肩に力が入ると振りが小さくなります。振りが小さくなります。打った後に腕は伸びてますか？打った後に右手は伸びてますか？右手は肩の高さにまっすぐ、左手は水落ちの高さです。6 7 8 9 100。来ました、600本来ました。600本です。600本すごいです。1日でこの数はすごい。3 7 8 9
もうだいぶ慣れた頃かもしれませんが、もう一度体の前後、全身交代を見直してください。前に出るときには左足、右足ではなくて左足の足の裏、足の裏で床を押すように前に進みます。後ろに下がるときには左足ではなく右足の足の裏で床を押すように体ごと下がります。8、9、20、1、2、3、4、5、1挙動と2挙動、違いは覚えてますか？一挙動は上で止まりません。振りかぶった時に上で止まる時間がありません。足の右足を出して左足を引きつけるまでの間に振りかぶり振り下ろしを入れてしまいます。これが一挙動。必ず右足から先に動きます。必ず足から動きます。この足だけ先に出すという動きが王子技等のためにつながってきます。実践的な練習をしています。8、9、繰り返します。必ず手ではなく足から動きます。手は動かしてはいけません。足が動いてから振りかぶります。この足から出るというのが実践的な稽古での返し技や王子技のその前のためにつながります。今まさに実践的な技の練習をしているのも同じです。8、9、60。すいません、数え間違えました。本当は650本でした。得してね。3、4、5、6、7、8、9。肩は使えてますか？上半身に力が入ると素振りが小さくなります。力を抜いて特に左肩が動くように意識してみてください。そうすると肩甲骨、背中の肩甲骨が動きやすくなると思います。5、6、7、8。もうだいぶ疲れてると思います。それでも体はフラフラしないでください。頭は上下にフラフラしない。上下にひょこひょこ動かない。目線はまっすぐ一点を見つめます。遠くを見るようなイメージです。鏡越しに遠くを見るような目線です。6、7、8、9。すごいです。あと10本で700本ですよ。あと10本で700本頑張ってください。2、3、4、5、6、7、8、9、90。ごめんなさい、また数え間違えました。ごめんなさいね。頑張ろうね。2、3、4、5、6、繰り返します。今やってるのは一挙動の動きをやっています。8、9、200。やりました。700本です。700本絶対すごいです。すごいです。もう先は見えました。頑張ってください。3、4、5、
5、6、7、8。肩はしっかり動いてますか？9。腕だけで小さく振ってしまっては素振りの意味がありません。竹刀なんかまだ持たなくていいです。とにかく今は力を抜いて肩を大きく使うイメージです。肩を大きく使うイメージ、その癖をつけましょう。10、5、6、7、8、9、10。ごめんなさい、また僕も間違えてしまいました。すいません。2、3、4、5。一挙動の動きをしています。一挙動です。足は必ずすり足で行います。必ずすり足、正面から見て足の裏が見えているようではダメです。足の裏が相手から見えないようにすり足で行います。3、4、5、6。繰り返します。足はすり足で行います。前に行くとき、後ろに下がるとき、足がドンドンとなったりペチャペチャなったりするようではダメです。スッと足の裏を床に擦るような、すり足するような音が鳴らないとダメです。3、4、5、6。一挙動の素振りは思い出してください。必ず手ではなく足から動き出します。手ではなく足から動き出します。これが一番大事なところです。そして前足を出して、2、3、4、5、6。そろそろ肩を力を抜くという感覚が体で覚えてきていることかもしれません。うまい子、上手な子、打ちが強い子、打ちが速い子というのはどこで力を抜くかというのが分かっています。しっかり打つためには力を抜くところを自分で見つけなければなりません。4、5、6、7、8。とにかく上半身の力を抜いてください。力を入れるのはお腹と腰です。お腹と腰、お腹は特におへその下9センチ水下丹田、水下丹田、おへその下9センチに力を入れます。5、6、7、8、9、70。足の動かし方、もう一度だけ復習させてください。前に出るときには右足ではなく左足の足の裏、親指の付け根で床を押すように体ごと前に進みます。6、7、8、9、80、1、2。一挙動の打ちができるようになるといいことがたくさんあります。普段稽古をしていて手打ちになるっていう人、手打ちになってるよって先生から言われてる人、治ります。普段稽古をしていてどうしても左足が動いてしまう人、左足がついてしまう人、先生に注意されてる人、これも治ります。普段稽古をしていて手がいつも先に動いてしまってる人、手だけで打ってる人、これも一挙動の素振りで治ります。体重が乗らない人、打ちに体重が乗らない人、これもやっぱり手だけで打ってるのと似てますが、体重が乗らない人もこの一挙動の素振りをすることによって体重の移動という感覚が身につきますので、これも治ります。8、9、やりました。800本です。本当にすごいです。
もう先は見えてます。今日の1000本のうち800本終わってます。あと200本必ずできます。必ずできます。5 6 7 8 9 10。体の全身交代、体の全身交代、体重の移動スムーズにできてますか？何度も言わせてください。前に出るときには右足ではなく左足の足の裏、親指の付け根で床を押すように体ごと体重の移動をしながら前に進みます。この体重の移動というのが内に反映されてきます。打ったときに体重が乗るか乗らないか、今その練習をしています。3 4 5 6。疲れてきましたが大丈夫ですか？集中してください。左足の膝の裏、膝蓋は伸びてますか？左足の膝の裏、膝蓋は伸びてますか？左かかと床についてないですか？左のかかと床についてないですか？もう一度だけ見直してください。10 5 6 7 8 9。思い出してください。皆さんが目指している上手な子、うまい子というのは力の抜きどころを知っています。ずっと力を入れてるわけではありません。力を抜いてるんです。力を抜いたまま振ることができる。だから力を入れないといけないところに力を入れることができるわけです。肩の力抜いてください。上半身力抜いてください。力を入れるのは腹と腰です。確認です。一挙動の素振りは必ず手ではなく足から動きます。足の全身交代の中に手の振りかぶり振り下ろしを入れてしまいます。もう一度言います。一挙動の素振りは手ではなく必ず足から動きます。手は動かしちゃいけません。足から動かします。そして足の全身交代、前行く後へ進む、その中に手の振りかぶり振り下ろしを入れます。8 9 70 1 2。疲れてきましたが腕はしっかり伸びてますか？振った後腕はしっかり伸びてますか？面を打った後と同じです。その後に中段の正眼の構えに戻ります。8 9 80 1 2。疲れてきて素振りが小さくなっていませんか？疲れてきて素振りが小さくなってきていませんか？上半身腕に力が入ると素振りが小さくなります。上半身腕に力が入ると素振りが小さくなります。力を抜いて今こそ、疲れてきた今こそ力を抜いて肩を動かすように、左肩、特に左肩を動かすように大きく振りかぶってみてください。左足が種目になってませんか？左足平行になってますか？400やりました。900本です。900本ですよ。900本。あと100本、今日の1000本のうちあと100本です。必ずできます。必ずできます。今あなたは一人で素振りをやっているかもしれませんが、この素振りのビデオはあなたの他にも1万人の人が見てます。仲間がいます。
みんなあなたに負けないようにと頑張ってます。今剣道が上手とか下手とかは関係ありません。上手になりたい子、やる気がある子、一緒に頑張りましょう。僕もやります、僕もやりますから、一緒に1万本頑張りましょう。左足の膝の裏、膝髪伸びてますか？疲れてくるとここが曲がってきます。膝髪は伸びてますか？左かかと床についてないですか？左かかと床についてないですか？前後の体重バランスはどうですか？体が前かがみになったり後ろに倒れたりしてないですか？前後の体重バランス、体が前かがみになったり後ろに倒れたりしてないですか？この素振りの動画を一緒にやった人、間違いなく剣道が変わってるはずです。間違いなく剣道が変わってるはずです。前回の動画と今回の動画合わせて、あなたはもうすでに2000本近くもの素振りをしています。2000本ですよ。2000本の素振りを毎回力を向けるように意識しながら振ってるわけです。必ず上手になっています。そんなに2000本も振ってる人はいないと思います。周りの子で、あなたの周りの子で2000本も振ってる子、そうそういないと思います。必ずあなたが一番上手になってるはずです。970本です。もう本当に先は見えました。最後30本で終わりです。今日の素振り、今日の1000本、最後30本で終わりです。5、6、7、8、9、あと20本です。980まで来ました。つらかったと思います。もう足も痛いと思います。肩も痛いと思います。普段使ってない筋肉を使ったと思います。どうぞこのまま最後まで頑張ってください。あと少しです。5、6、7、8、9、990です。990、あと10本です。あと10本で終わりますよ。今日の素振りあと10本で終わります。出し切ってください。力を出し切る。最後まで気を抜かない。出し切る。5、6、7、8、9、90。やっぱりありました。おまけの10本おまけの10本あなたに強くなってほしいからおまけの10本つけました。この10本で変わります。もっと強く上手になってほしいからおまけの10本です。それもあと少し、あと少しで終わります。7、8、9、90。まさかのもう一回おまけの10本おまけの10本でもこれが本当の最後です。これが本当の最後。頑張って頑張って、本当の最後です。いけます。5、4、6、3、7、2、8、1、9。やりました。1000本です。やりました。疲れました。やりました。頑張りました。もう自分を褒めてください。自分を褒めてください。やっぱり足だ。やっぱり足だ。今日は1万本素振りの2回目、1000から2000本目までありました。今日も一緒にやってくれてありがとう。またいつかお会いできる日を。膝が痛い。
まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。